あの時、山手トンネルで、渋滞はまって、山手トンネルで、めっちゃ渋滞はまっとって、もうなんだけど、山手トンネル、あの、東名と分かれ道あんねやんか、大橋ジャンクションだから、もうそっからずっと止まっとうだろ。ほんで、もうトンネル出たと思ったら、もうなんかこっち、こっちって渋滞もうはまって、もうどっちも、もう渋滞して、もうガーなって、もうなんか、この中、もう正直言うて、なんか、やらしい匂いするわ。これ何これ。臭いわ、もう寝られよ、俺も。お前、ポピー、これ僕ら推しです。僕ら推し。本舗のひろです。本舗ロックさんと間違えられる顔をしてるけど、今日は。座りっぱなしの仕事の人って、死ぬ確率がめっちゃ高いらしいね。ほんで、次に死ぬ確率が高いが、ラーメン食べる人。だから、俺ら、ダブルで取得してるから、めっちゃ早い死ぬで。もうエコノミー症候群になりながらもラーメン食べてるから早く死ぬ。血液の流れが悪くなり、悪いよね、ラーメン取りすぎでドロドロになり死ぬみたいな。はい。もう今日俺コメント読むのもう本気やからな。佐藤坊さんお疲れ様です。この前佐藤坊さんにシュートノブあげて、はい、当時プロフィアの見ました。シュートノブ。ほんで、あのそれあげたのもう知ってるやろ。はい、そっからまた続きがね。これな西岡さんに聞いてんけど、あの、シュートノブに、はい、俺、当時シュートノブ、あの、アタッチメントあえやから、もうガムテープとかビニールテープとかなんかガーッやっとったやんか、はい、あのテープのカスが穴から出てきて、もうそれをもうビニール入れて宝物にしてるらしい。気持ち悪いからな、ほんま。そうそうそう、言うとった。あ、でも、わかる気がします。気持ち悪いよ、気持ち悪いよ。もうあの穴からカス出したいと、サトボーのコメントで盛り上がんなよな、俺らな。そう幽霊ちゃう、これ。これね、よう落ちるんですわ。俺この前ほんまにもう観音扉ガーッと開けて、はい、んだらもう中にもう言うたらもう おってガーッと引きずり込まれる夢見た。あ、夢ですか。夢見た。ちょ、もこちゃんのパクリみたいになってんだけど、ほんまに夢見て、ほんでうーって言うとったらしいでやんか。それチビが聞いとって、あ、家でですか。そう、うなされとったで。ま、ほんで、俺、歯磨きとって、マジでって言って、え、どんなやったって言って、やろうかって、やってみて。ほんで、俺、それ聞いてから、あ、見た夢見て、めっちゃ怖い夢見て言うて。ほんで、その子が、なんか幽霊、お化け幽霊の子が、男の子が、か女の子忘れたけど、なんか寂しすぎて、歌を歌ってほしいって。歌歌って、ほんで俺、夕焼け小焼けを一生懸命歌っとったんが、あの、向いたら寝言で、ってやっとったらしいね。恥ずかしいもん。あ、自分の中では歌を歌ってたんですか。夕焼け小焼けをもうすごい上手に歌っとったつもりやった。そう。ほら、旗から聞いとった。言うと、ほんと、次が、中さん、山岩さん、お疲れ様です。長さんお疲れ様です。ああ、長田です。ごとかぎがさんお疲れ様です。じゃあ、たくまさん、中さん、山田さん、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。昨日だ。昨日、あれ、圏央道俺走っとったら、圏央道から、本舗熊谷が、あ、エルフさんじゃなくて熊谷さんですね。これ、熊谷のエルフじゃんで、はい。あの、熊谷さん。はい。あの、ギが乗ってる。あの、はい、ほら、何やったかな、俺はっきり覚えてないわ。YouTube で検索のとこプッて押したら、並びが出たやったかな。立ちんぼの熊谷さん。そうそう、もうそれ言わんといてって昨日言うとったけどな。ほんでな、俺の後ろな、ずっと走ってるトラックおって、ほんで俺がピューってまくっていってやんか。ピューってまくっていったら、ピューってまくってきて、ほんでピューって俺左入ったら、俺、この後ろのトラック、俺のケツ入るんかなと思ってずっと見とったやんか。ほんでビューって蛍光灯つけてビューってくるから、結構つけとるやん、こいつ。なんやねん、とか、ピューで動きたら、もう、ごっつ眠たそうだ、目。ほーって目開いてへんねん。ごっつ眠たそうだ、あー、中さん、みたいな。大丈夫みたいな。ほんで、電話かかってきて、中さん、言うて言うから、自分今、目開いてなかった。目開いてほんで、朝、1時間くらい喋っとったから、ほんなもうどっかパーキング入ってん。はい、な、熊谷さん、パーキング入ってん。はい、ほんでな、1時間くらい、先頭喋ったけど、はい、俺の眠気は覚めへんかったからな。ほんまに。まあでも相手してくれたから、今日俺も、伊勢崎までメモった。群馬太田までメモった。もう朝眠たかったやん。お互い眠たかったんだ。目開いてなかったもん。500万以上にしたし、L グランド。そうです、そうです。はい、でも L グランドの洗車よりも、軽トラを洗車機に通した動画の方が再生数いってる。回ってます。おかしいやな。あれ半端ないっすね。はい。半端ない。閉じま、半端ねえです。びっくりしました。どうちゃうの、どうやん。排気量。あ、13,000cc。15,000cc。15,000ってなかなかないです。ないです。今。はい、な、はい、でも、マニュアルで。
マニュアルで。小太郎さんと同じギガ。同じギガです。小太郎さんのギガもかっこよかったね。かっこいいです。もう当時ものギガ、はい。すごいわ。速度灯ついてますからね。かっこいい。はい、なあ。ありがとうございます。何やねん。丹関さんが、あ、山広さんや。いやー、丹関さん。丹関さん。はい、仕事場探してやー、言うて。で、今の話も。まあ、俺、正直で、本邦やるとあんまり仲良くないそれでは、言うて、はい、さようならです。ポチッとな。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。おやすみなさーん。ポチポチとなってたながら。よいしょ。ほんまにロックさんに似てんね、自分。お前やばいって。ポチッと。